この放送はご覧のスポンサーの提供でお送りします。生後5ヶ月のはるくんはお口の中を拭いてもらうのが大好き。はるくんのママ一体どんな工夫をしているの？歯が生えてきて、でその頃になると嫌がる子が結構多いみたいなので、初めのうちからまだ生えてないうちから慣れさせておくと後々歯磨きしやすいよっていうのを聞いたことがあったので、お口のお手入れを嫌がらないように歯が生える前から少しずつ慣れさせてきたんですって。赤ちゃんのお口の周りは、過敏な状態なので、母乳だけでもお口のケア、慣れる意味ですね、慣れる意味でガーゼをですね、水に浸して触ってあげて汚れを取ってあげるとかはした方がいいと思いますね。でガーゼでは汚れは落ちないので、歯が生えてきたらもう歯ブラシを使った方がいいです。赤ちゃんの歯の磨き方、大人が床に座り股の間に赤ちゃんの頭が来るようにして寝かせ、手の関節を足で押さえ固定します。磨く順番は虫歯になりやすい歯から。前歯しか生えていないときは上の前歯、奥歯が生えてきたときは奥歯から磨きます。上の前歯を磨くときには前歯の上にある筋を傷つけないよう、上唇を指で支えてあげながら優しくブラッシング。歯を磨きながら子どもの歯の生え方を観察することも大切なんですって。生えてきたばっかりの歯はまだまだ弱いですので、そこに汚れが溜まってしまうと虫歯になる原因になりますので、どこから生えてきたかな、どこに歯があるかなって確認しながら磨いていった方がいいと思います。歯磨きの習慣をつけるには、離乳食の後に赤ちゃん用の歯ブラシを持たせるというやり方もおすすめです。柄が短くって喉に突き刺さらないようにストッパーがついてるのとか今出回ってるので、それを本人に持たせてあげて、でその後お母さんを仕上げ磨き用の歯ブラシで仕上げをしてあげるっていうのがいいかと思います。すくすくアルバム、今週はさなちゃんとゆうくん。